大阪の中之島に来ています。中之島というのは堂島川と土佐堀川に挟まれた間の中洲のことなんですよね。堂島川を挟んで向こう側にはビル群が広がっています。中之島側にもビル群が広がっています。大ビル本館と関電ビルディングです。川沿いの歩道とこれらのビルはデッキでつながってるんですよね。デッキを少しだけ歩いてみましょう。今回は中之島の再開発を見ていきたいと思います。中之島の東からこの付近までは比較的開発は進んでるんですよね。なんですけども、ここから西側はまだ空き地などが残っていて開発が進んでないんですよね。このチャンネルでは鉄道新線、新駅、駅前再開発などを見ています。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。2つのビルはデッキでつながってるんですが、奥にある中之島大ビルとはつながってないんですね。夕方撮影なので所々映像が暗いんですけども、ご了承ください。これらのビルの西側では美術館を建設中です。画面の奥に細いデッキが伸びてるのが見えますよね。その伸びてるデッキを近くで見てみましょう。さっきのデッキは建設中の美術館まで伸ばす予定なんですよね。長年人が通ってないのか草が結構生えてますよね。下に降りて詳しく見てみましょう。工事の囲いがしてあってデッキを延伸する準備でしょうかね。延伸予定のデッキを下から見ます。前から見るとこんな感じです。デッキが伸びる先の美術館側はこうなっています。美術館は建設真っ只中です。それでは次に大阪中之島美術館の建設状況を見たいと思います。東側から見るとこんな感じです。黒い箱のようなものをベースにしたデザインです。南東の角はこんな感じになっています。南側には国立国際美術館と科学館があります。国際美術館は独特なデザインをしてるんですよね。これら2つの美術館もデッキで結ばれる予定です。多分矢印のあたりから伸ばされると思うんですよね。ちなみに後で紹介する未来医療国際拠点ともデッキで結ばれます。南西から見るとこんな感じです。隣には大きな空き地がありますね。空き地を近くから見てみます。以前駐車場だったんですが営業は終了しています。同じ空き地を西側から見ています。この大きな敷地の一部に未来医療国際拠点が建設されます。未来医療国際拠点の建物はこんな感じになります。高さは 86.1m、 2023年12月竣工予定です。おそらく真ん中のフェンスあたりから美術館あたりまでが開発地だと思われます。研究機関などが入居するフロア、病院のフロア、交流施設のフロアなどが設けられます。デッキはこのように整備されます。薄い緑が建設されるデッキです。空き地に取り囲まれる形で N4 タワーが立っています。
建設に先立って埋蔵文化財発掘調査が行われています。なにわ水仙建設についての掲示もしてありました。今いる空き地のすぐ西側にはなにわ水仙の中之島駅が作られます。空き地からフェンスを挟んで隣には営業中の駐車場があります。同じ駐車場を北から見ています。この土地は2008年京阪と大林による共同開発が発表されたんですよね。ホテル、オフィス、店舗の複合ビルを建設という発表でした。2012年竣工を目指すとのことでしたが、未だに駐車場のままです。京阪の2018年の中期計画では中之島にも力を入れるとあったんですけども、果たしてどうなるのでしょうか。なにわ筋です。この地下には鉄道が通ります。医療拠点の建設地からなにわ筋を挟んで反対側の土地を見てみましょう。これも広大な空き地ですね。なにわ水仙の中之島駅からすぐなので、将来いい場所になるでしょうね。奥にはリーガロイヤルホテルが見えます。リーガロイヤルホテルも2021年9月完成予定で建て替え予定だったんですけども、延期されました。中之島の西エリアはこんな感じで空き地や駐車場がたくさんあるんですよね。何かしらの開発をしてほしいですよね。なにわ水仙の開通が近づいてきたら起爆剤になるかもしれないですけどね。そんな中之島の西側ですが、奥にあるザ・パークハウス中之島タワーが建つなど、ゆっくりですが少しずつ開発が進んでいます。撮影はしてませんが、ザ・パークハウス中之島タワーの南側にあった駐車場は閉鎖されて小中一貫校が建ちます。少しずつですが、空き地や駐車場が建物に変わっていきますね。グランメゾン新梅田タワーの住宅展示場もあります。土佐堀川に来ています。この辺りは淀屋橋や肥後橋に比べるとビル密度が低いですよね。で、なにわ筋を挟んで反対側を見ると、肥後橋エリアの高密度なビル群が広がっています。次は西エリアの発展に期待したいですね。国立国際美術館ではロンドンナショナルギャラリー展が開かれているんですよね。ということで、以上中之島の再開発でした。ご視聴ありがとうございました。